なんか1000円のキューブにしてはちゃんとこんなビニールに包まれて、ガン 356X か、これとかと一緒に比べてみましょう。GTS3M ってやつ、だからちょい締めぐらいでいいと思うんです。はい、どうもヤミです。今日はですね、このキューブ、GE から出てるサンダークラップ V3 っていうやつですねの、マグネットタイプで、このキューブね1000円で買いました。めちゃめちゃ安かったんですけど、1000円のキューブだと思ってたんですけど、僕が買った時はなんかセールかなんかやってたみたいで1000円になってたんですけど、今は1300円で販売されてるみたいですね。なので通常価格は1300円なんじゃないかなと思います。はい、にしても安いですよね。マグネット入りで、GE から出てるやつなんですけど、1300円というか、まあ僕は1000円だったので1000円のキューブなんだなと思ってたんですけど、まあその1000円相当の、キューブの実力はいかほどにということで、ちょっと回してみたくて買ってみました。他のキューブとねちょっと回し心地を比べてみたくて、今日動画撮ってるんですけども、一度、開封してみたいと思います。はい、なんか変わったケースですよね。なんかこんな感じになってます。はい、で、あ、こういう感じね。お、ん？で、これを、あ、取り出して、なんか1000円のキューブにしてはちゃんとこんなビニールに包まれてますよね。はい、それじゃあこのビニールをめくっていきたいと思います。え、お、めっちゃなんかサランラップみたいなやつに巻かれてますね。1000円のキューブにしてはめっちゃ厳重に守られてますね。よし、開封完了です。さあ、じゃあとりあえず J-PAN B とかやってみますか。ではいきます。え、え、なんだこれ。え、ちょっと待って、めちゃめちゃ静かで、あのめっちゃ回しやすい。なんだこれ。え、マジっすか。ちょっと待って、じゃあこの間買ったばっかりの、新しいやつ、ガン 356X か、これ。え、ちょっと待って、え、正直あんまり変わんないかもしれない。え、マジっすか。え、これって8000円ぐらいだったかな。なんか結構高かったんですよ。ちょっと値段忘れたの、いくらだったっけ。でもこれは1000円ですよ。え、ちょっと待って、え、はい、ね、衝撃を受けています今は。なんかね、え、本当に1000円だったのかなこれ。ですよね。 GE のサンダークラップ V3M ってやつかな、なんですけど、え、なんだこれは。ちょっと待って、めちゃくちゃ回しやすいし軽いし静か。なんだこれは。え、1000円でこれだったら、正直、結構ねコメントで初心者におすすめのキューブは何ですかみたいなとか、いろいろ聞かれたりすることあるんですけども、絶対これがいいです。はい、初めて触ってみたんですけど、触ってみて分かりました。ね、めちゃくちゃ動きやすいし、僕がちょっと軽く触った感じだと別にこれと変わんないぐらいの、なんだろう、動きやすさというか、本当にね静かだし、え、じゃあ別にこれじゃなくてこれでよかったんじゃないのって思うぐらい別にこれでいいと思います。え、こんなクオリティ出せるんですか。1000円で、本当は1300円なのかもしれないけど、まあね、1000円も1300円もそこまでね300円しか変わらないのに、もう1300円で買ったとしてもこのクオリティはやばいですよ。え、じゃあとりあえず、これと、まあ、これは分かったんで、それじゃあ、まあファルク3とかこれとかと一緒に比べてみましょうか。まあ T-PAM とか、うん、ファルク3パワー M なんですけど、はい、あー、でもまあそうですね、さすがにこれと、まあ、全く一緒っていうのはちょっとあれなんですけど、うん、いや別に変わんないですよそんなに、はっきり言って。そしたらこれガン 354M と比べてみましょう。ちょっと変わったワイパームとか
やってみましょうか。で、はいはいはい、なんかちょっと緩みすぎてる感じはあるんだけど、ここ開くのかな？ん？開けれるよね。もう、ああ、こことかあるから、ちょっとネジをね、締めたりとかしたらめちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。はい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 。まあ、ガン 354M と比べたときに、これって結構、356X を買うまで気づかなかったんですけど、結構重いんですよ。マグネットが強めというかね、結構重いんですけど、それに比べると、軽いといった感じでしょうか。これよりも、この、これなんだっけ、黄色の、マグネットにしてるんですけども、黄色のマグネットにした時は、なんだろう、これよりもガン 354M よりも軽いという感じなんですけど、これの回し心地とこの今回の1000円のキューブとあんまり変わらないですね。その軽さというか、ちょっと緩くてぐしゃっとなってしまいそうな感じはあるんですけど、それはネジを締めたりとかねすれば別に全然いけると思うし、じゃあこれガン356エア SM とちょっと比べてみましょうか。どうしようかな、 H パームとか、はいはいはい、こんな感じですよね。なっていうかね、ガン356エア SM よりもひょっとしたら回しやすいかもしれない、これ。はい、それぐらいの感じがあります。で、一応あんまり使ってないんですけど、GTS3M ってやつがあるんですけど、これたまに触るとね、意外と回しやすかったりとかするんですよね。めちゃくちゃ軽かったり、うん。でもね、この辺のキューブと本当にね、クオリティ的に大差ないんじゃないかなって思いますよ。これすごくないですか。1300円ですよ。僕に至っては1000円で買ったから、これでこのクオリティだったら本当にこれでいいかもって何回も言いますけども思います、本当に。だから、初心者の方で、キューブってこの辺のクオリティが高いやつって結構高いじゃないですか。でも100均のキューブは嫌だと、かなり重いんで、ちょっとセリアのねキューブは僕ちょっと行ったけど買えなかったんで、なんか売ってないらしくて、もうそれ100均のキューブは嫌なんだけど、こういうキューブに手を出すにはちょっと高すぎて抵抗があるっていうような方だったら、これはね本当におすすめです。 GE のサンダークラップ、なんだっけ、なんか書いてたんだ、サンダークラップ V3M ってやつですね。はい、僕はステッカータイプを買いましたけども、ステッカーレスのタイプもあるので、ステッカーレスだったらこのステッカーがねめくれてしまう心配とかもないので、その辺もね本当にいいと思います。めちゃくちゃねいいですよこれ。はい、ということでこの辺のキューブと、比べてみたんですけど、回し心地的にはこのなんだっけ、ガン 356X の、黄色の磁力にした時の感じとやや似てる。軽さは結構軽いんですよ。でコーナーカットもなんかしっかりしてて、結構なんだろう、この辺から行ってくれるというか回ってくれるんですよね。はい、でなんだったらガン356エア SM よりも回しやすい印象です。でファルク3か、ファルク3パワー M よりも軽い感じですね。しっかりしてる感じはこっちの方がやっぱりあるけど、で、これはガン356エア、エアじゃない、なんだっけ、ガン 354M ですね。これはね回しやすいんだけど、ややマグネット感が強い、重いという感じですね。僕がこの中でどれがいいって言われたら、ひょっとしたらこの辺のキューブよりもこれかこれみたいな感じかもしれないぐらいの、回しやすさがありますね。これ本当衝撃です。本当に1300円とは思えない。なんか気になるのでこれ揃えときましょうか。一応揃えといて、これなんだ、G パーム D か、これとこれはどういう状態だ。あ、なるほど。まあこんな感じでね、気になるんで一応揃えといて、
まあこれとこれいい感じで同じような回し心地という印象です。はい、はい、このサンダークラップ V3M ですかね。特にね、あの付属品とかはついてなかったんですけど、まあいつもの絶対やまない説明書ぐらいしかついてなかったんですけど、なんかネジとかね、そういう交換するやつとかないんだけど、全然いいと思います。ここにもう潤滑剤とか入れる必要もないぐらい軽い。うん、こっちの方はね、いろいろカスタマイズできて、面白みがいろいろあるんですけど、まあ、面白みという、部分ではちょっと劣るんですが、このままでも十分、使えるクオリティになってますので、ぜひ、まあ、初心者の方で、これからキューブを何か買って、ルービックキューブを始めようかなって思われている方には、これ抜群の性能を誇ってるんで、ぜひこれをおすすめしたいです。はい、どうせなんでね、あの一応この部分も、ちょっと締めて調節してから、回し心地を比べてみたいと思います。ちょっとね緩い感じがするんですよね。だからちょい締めぐらいでいいと思うんですよ。はい、では回してみます。はいはいはい、少し締まった感じがしますね。ああ、どうなった、おかしくなったな。まあいいや。はいはいはい、まあこれとこれが、全然変わらないはちょっと言い過ぎですけども、結構ね1300円とか1000円とかのクオリティにしてはかなり優秀だと思いますよ。はいはい、ということで、今日はいろんなキューブ出してきましたけども、久しぶりにね GTS3M とかも出してきましたけども、このキューブ、かなりの性能だと、僕は思いました。はい、ということで今日の動画は以上になります。この動画を見て、いいと思っていただいた方はグッドボタンを押してくれたら嬉しいです。あと、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではさよなら。